はい、こんにちは。ちょっとすいません、机のとこに座るのがだらくて、この姿勢でちょっと喋りますけど、まあ暑いっていうことと、まあ最近はちょっと天気が悪いですね。こっち大雨降ったり雷鳴ったりが、まあ関東でも多分関西でもっていう感じで、やっぱ日本は災害大国だなって感じますね。最近地震はないですけど、別に天気も結構えぐいなって思いますね。で、そうね、最近やったことといえば、みたらし祭りというのに行ってきました。なんかこれも京都の伝統的なお祭りらしくて、祇園祭みたいな、その大規模ではないんですけど、京都の下鴨神社というところで、行われている祭りで、まあ、屋台も少しだけ出てたんですけど、一応その祭りのメインは、なんか、神の水って書いて、浸水っていうのかなっていうのが、なんか、この、川じゃないけど、湖、池みたいな感じなんですかね。めっちゃ浅い池。まあ、くるぶしよりは上ですけど、膝までは全然行かないぐらいの池みたいなとこがあるんですけど、そこを歩いて足を清めて、で、最後、その水、まあ、水が出てるとこあるんですけど、その水も飲んで、中からも清める、みたいな行事がありまして、行ってきましたね。でも京都ではすごい伝統的な行事だと思うんですけど、まあ、コロナの時なかったのかもしれないんですけど。で、一応その御利益が、なんか無病息災みたいな感じなんで、まあ、そうですね、実質、ワクチンみたいな感じなんですかね。一応証明書とかももらえるんですよね、海外行く時に。ご浸水飲みましたみたいなっていう感じです。なんで今年は結構風邪ひかずにいけるんじゃないかなっていうのもありますね、それのおかげで。で、暑すぎたんで、鴨川とかにちょっと足つかりながらちょっと休憩したりとかもしましたね。もう結構夏っぽいことはやり尽くしたんじゃないのかなって思います。一応8月11日に花火が京都のどっかであるらしいんです。亀岡かながどっかであるらしいんですけど、それも行きたいかなっていう感じですね。ちょっと天気次第っていうのと、あと混みすぎてたらちょっと嫌だなっていうのもあるんですけど、それさえコンプリートできたら夏、まあ、あと流しそうめんか、京都貴船神社の方に流しそうめん行ける、食べれるとこあるんで、そこ行ったらコンプリートですかね。まあ、海も行ってないんですけど、まあ、川行ったからいいですかねって感じです。最近はもうね、禁酒してるんですよ。禁酒というか、お酒をもうやめたんですよ、基本的に飲むの。なんで、最近は肌に気を使ってますね。化粧水とか、買い替えまして、美容液買って、あと、ホホバオイルも買いましたね。ちょっと今ここ荒れてて、ヒゲ剃る頻度とかもちょっと減らしてるんですけど、カミソリもちょっと切れ味のいいやつに変えまして、これからちょっと美肌を目指してやっていきたいなと思います。やっぱ見た目でモテたいじゃないですか、基本っていう感じですね。あと、あ、そうね、そんなところです。あとあれや、サイコロ切符っていうのが今西日本であって、それで今度旅行行くっていう感じですかね。はい。で、タイガ誕生日ですよね。おめでとうございます。ちょっと1日過ぎちゃいましたけど、なんかストーリー見たら彼女と旅行ですか行ってるみたいですね。いいですね、2人で旅行。じゃあどこ行ってるかちょっと忘れちゃったんですけど、温泉どこなんだろう。ちょっとまた詳しく聞かせてください、どんな旅行をしたのか。羨ましいですね。可愛げな感じですかね。まあ、マスクしてたんで、写真でもまあ可愛いんじゃないかなってちょっと思いました。どこで知り合ったとかちょっと教えてほしいですね。はい。で、時雄が友達が来てたみたいな感じですか。で、ナイアガラの滝に行けなかったっていうので、時雄はもう行ったのかな、さすがに。まあ、SN と行ったのかな。で、そうね、いろんな服屋さんとかを巡ったっていう感じですよね。京都はね、古着屋さんないことはないんですけど、まあ、なんかあんまり物がないんですよね。なんで結局もし本気で探すとしたら、大阪とかまで行かなきゃいけなかった人なんですかねっていう感じでございます。
でもしかしたら、そうね、時雄は、そうね、かな。時雄っていつ帰ってくるんですか？そういえば。9月とかでしたっけ？もう結構近いんですかね。僕はもしかしたらお盆、東京、千葉の方に帰るかもしれないんで、もしその時都合あったら、タイガーとかにも会えるかもしれん。タイガーって別に仕事あんのかな？会えるかもっていう感じですかね。はい。